いつもは金曜日の新聞を見て予想したりするんで、過去のデータがいくつかあるんですけど、今日木曜日の新聞見たら過去のデータが2つしかなくて、すごいどうしようかなって思ってます。で今回はアーモンドアイちゃん推しなんで、アーモンドアイちゃんは絶対外さないで、サートルナリアもアイちゃんばりに推しなので、アイちゃんほどではないんですけど、弟だし、アイちゃんとサートルは外さない。で、あとどうするか、どうしよう。いつもそのレースと同じ距離のやつに丸をつけて、で住所走ってるかなとか、自分走ってるかなとかっていうのをペンで丸つけ、赤ペンとか青ペンとかで丸つけて、データ見るんですけど、なんせ過去2レースしか乗ってないで、2、4、6頭は放牧に入ってて1レースしかないっていうのでどうしよう。で私小さい時馬を好きになったきっかけがなんとディープインパクトだったので、やっぱディープの子供はないつも入れたいなって思いながら、入れとこかな、やめとこかな、どうしようかなって、いつも外した時に限って1着2着がディープの子供だったりするんですよね。で今回も1、2、3、4、5、6頭がディープの子供で、めっちゃ気になる子たちばっかり、ワグネリアンとかダノンプレミアムとかもすごい気になるし、アルワインとかもね結構気になるんですよね。中引きもね、たけさん乗るしな、頑張ってほしいな、どうしようかな。なんかこのカデナっていうのも G3 で3着2着だしな、どうしようかな。とりあえずいつもは3種類を1000円ずつ買う、3000円かけるか、6種類の500円で3000円にするかなんですけど、せっかく東京行くしアーモンドアイ見に行くしっていうので、今回は1万円つぎ込むことに決めました。これは先生と相談して、せっかくだし1万円しようかっていうので、それで3種類を3000円プラス3連単1000円の1万円にするのか、ちょっと増やすのか、どうするのかを明日先生と相談しようと思うから、ちょっとは絞らないといけない、ちょっととは絞らないといけないけれども、ただな、ディープ推しで行くのか、それともっていうところで、短距離は1600とか1800とか早かったのがどうなるのか、なんかこのアエロリッドがこの安田記念で2着だったので、1600で逃げ馬で2000でも逃げれるのかどうなんだ。アルワイン
ラノンちゃん、マカヒキ、アゴネリア、カデナ、ケイアイノーテック、他でも、まあ、ディープばっかりに目を向けてても、もし他のところから来たら困るしな。絞れない、これは絞れない。